ボンバイ A ですね。久保さん、おそらく、あの、帽子は寝癖隠しじゃないですか。まあ、わかんないですけど。はい、えー、今回はですね、人生の心得にしましょうか。松下幸之助さんの本なんですけど、人生の心得。こうなんか、いい感じの冊子ですよね。はい。ちょっとなんか、一小節ね、行きましょうか。 ななんかいいのあれだなあ、成功したい人多いんで人間としての成功自分に与えられた天文を完全に生かしきるそこに父と共に満足し得る人間として正しい生き方があり成功がある人は誰でもその人生において成功したいという願いを持っていると思います幼い時から成功することが大事だと教えられ自分でも何とか成功しなければと考えている人が多いと思うのです しかし改めて考えてみるとこの人生において成功するということは一体どういうことなのでしょうかこれまで一般的には高い社会,地社会的地位や名誉を得た人あるいは財産を作った人が成功者と言われ尊敬されてきています商売の世界でも店を大きく発展させ利益を上げて財産を蓄え名声を得るといったことが成功と考えられてきたように思います 確かに、そういうことも一つの成功の姿でしょう。しかし、お互い人間、お互いの人間にとっての成功とは必ずしもそれだけではなく、また別の姿も考えられるのではないかという気がするのです。というのは、昔から十人十色と言われるように、人はそれぞれ皆違った持ち味、 特質を持ってて生まれていまれいす性格にしても素質や才能にしても自分と同じという人は地球上に一人もいないのですそしてそのような異なった持ち味特質が与えられているということは言い換えれば人は皆異なった仕事を知り異なった生き方をするように運命づけられているものだと考えられますある人には政治家としての天文使命が与えられているかと思うと他のある人は学者としての天文が使命 また医,師医者や技術者画家や歌手建築家商人さまざまな仕事をしていることにふさわしい天文使命がそれぞれに人に与えられているということだと思うのです私は成功というものを一つの姿とは自らに与えられたこうして天文を完全に生かしきり使命を遂行することだと考えるのですそれが人間としての正しい生き方でありこれが人間としての成功と呼べるものではないでしょうか したがって、その成功の姿は人によって皆異なるものになってきます。ある人にとっては大事になってその任意を果たすことが成功となり、また、ある人には靴屋さんとして周囲の人に役立つが成功となります。まあ、この辺にしておきましょうか。結構長いな。まあ、結論これ、手持ちのカード使えって話ですね。<laughs> 手持ちのカード使えみたいな。<laughs> 億万長者風に言うならば。まあ、成功2はね、いろいろな形があります。 うん、これが成功だよっていうね、話ではなくて、いろんな稼ぎ方もあるし、いろんなライフスタイルもあるし、あなたの成功って何なんですかと。だから成功を考える上で、自分はこうなったらいいな。自分はこんな生活がしたい。自分はどうしたいのか。人がこうだからこうではない。確かに人間っていうのは人の影響を受けます。例えば、 フェラーリを見たらね、フェラーリ乗ってみたいなとかね、ランボルギーニ見たらランボルギーニ乗ってみたいなと影響を受けます。でもその影響を受けた時に大事なのが、本当に心の中でそれを、まあ、そのミキサーにかけるんですよ。でミキサーにかけてブワーってやって粉塵にしてでそれで出てきます。で、そ本当に飲みたいのかとで。そのミキサーで出したその答えは本当に飲みたいのかと。これがね、結構大事ですね。影響を受けます。 一回持ち帰る。影響を持ち帰る。そして頭の中でミキサーにかける。そして自分は本当にそれが好きなのか、うん欲しいのか、自分は本当にそういう生活したいのかっていうのをもうね、めちゃめちゃ考えて自問自答するってことですね。それが答えじゃないですか。影響は受けるんで。久保さんもキットはあの影響を受けないとそキット買ってないし、僕も 34GTR は GTR マージン。 GTR マガジンを見て影響を受けましたから。うん、でも本当に欲しいなと思ってましたからね。うん、はい。いってらっしゃい。